いや、いいよ。昨日の悪夢。もうじゃあ引き分けていいじゃん。だから、小牧と道場はどっちも優れていたと。優れていた？どんだけお前ら間違えてるんだよ。なんだよ、だよこれ。地味に地味になんか。いや、半分ぐらい合ってんじゃんよ。半分当たってるやんけ。一緒に間違えるか。いや。それともなんかお互いが苦手なところ全部補うかみたいな。ほら。はい。なんだこれ。ということで、ね。道場と。ダメだ。これはもう二人ともダメです。これはもう二人ともセンブリ茶飲んでもらおう。なんでそれ。これどうしよう。何ダメだよ。つけないで。手塚そうなんダメだよ。じゃあ100文字以内で書きます。やだ、めんどくせえ。めんどくせえやろ、ラジオ。時間くれる?3 日ぐらい。ラジオ。3日ダメ。ラジオです。やだよ、なんで。もうラジオです。わー、来ちゃった。さすがに今日時間フリーでやってしまいましたね。なんで2個持ってきてんすか、マジで。やだよ。熱っ！これ、いいよ、石田さんだけでいいっすよ。ありますからね。ちょっと何これ、普通、何この、罰ゲーム的な飲み物ってさ、こう一口で飲みきれるサイズだったりするじゃん。なんで紙コップいっぱいに入れてあるの。しかもすげえ熱いの。やけどそうなぐらいに熱い。これはもうやっぱりね、いや堪能していただく、十分味わっていただく。なるほどね、それはね、僕たちの健康のこと考えてくれてね。ありがとうって。嘘つけ、ごめん。これもう飲むのこれ。どうぞ。お飲みください。いただきまーす。いただきます。これでも熱くないかな。うわ、人間マジか。石田さんの、石田さんの、あごと手が震えてる。苦いし、熱いし、くそ！うわ！お前、先輩見習えよ。全部飲んだよ。熱いんだよ、これ。よ。ちょ、反応上げやすいじゃん。あーもう、なんか、口の中が変な味がする。熱い、これ、なんだよ。ちなみにですね、事前調査と一緒にしまして、石田さんの事務所の方にですね、お話を聞いたら、苦いものが大の苦手だと言って。マジか。飲んだら、切れるんじゃないか。涙目になってます、石田さん。え、苦いものが大の苦手だと事務所が言った？あ、やばい、それなんでそんな情報を。やばい。そんな情報を渡した覚えはないの。やばい、この間の収録で聞きました。っていうかさ、ほんと一口分しか飲んでないじゃん。だこれ予想上に美味しいね。どれだけチキンなんだよ。チキンとかそういう問題じゃねえだろ、これは。お前男らしさの酒だよ。熱いんだよ、これ、マジで。いや、確かに熱いけど。猫舌なんですよ、俺。お前、同じ温度の石田さんからだよ。じゃあ俺、猫舌なの、ほんとに、マジで。これ熱いんだって。これ、ゆっくりゆっくりってね。ゆっくり。全部飲まなきゃダメなのこれ。なんか、すごいコーナー自体がグダグダな感じで終わりますね。はい、本当ですね。しかもなんかこれ、はい、どうしようもない感じで。時間差でやるの。まあもう今日飲み物なし。センブリ茶飲め。手震えてきたらダメだ。だって飲んでる時、石田さんの顎と手がずっと震えてるんだもん。だって本当に苦くて熱いんだもん。これはやばいと思う。さあ、皆さんはね、これを聞いて、どちらが男らしいと感じましたか？はい、メールお待ちしてますよ。